孫渡るは、中華民国の軍人。雲南派、国民革命軍に属した。字は、志船。陸両権の共振の家に生まれる。1915年、雲南陸軍工部堂を不評科に入学する。1917年に卒業し、囲碁雲南軍で軍歴を重ねた。1922年3月、雲南派指導者。 東欧次行により直属の独立団団長に抜擢されている。その後、四川省、貴州省を転戦し、1924年に雲南省に戻る。以後、雲南演手工売総局局長、雲南省憲兵司令官を歴任した。1927年2月、東欧次行が、配下のリュークモラ樹氏の平変により失脚に追い込まれる。6月には、 劉とそのタチンジュ氏との間で内戦が勃発した。孫渡は当初情勢を見守っていたが、7月より劉支持の騎士を鮮明にし、劉による雲南統一に貢献している。この功績もあって、1929年に雲南商談。1930年5月、小介石を支持する呂雲の命により、孫渡は、 呂館配下の国民革命軍第98師第3度々町に任命され、繁省解析派の拠点、厚生省に向けて出撃した。しかし、紹海難例を攻略できず、新厚生派の反撃も受けたため、雲南軍は翌年2月までに撤退している。翌月、孫渡るは龍雲により雲南軍参謀長に抜擢された。そして竜に雲南軍の軍縮。 再編を進言し、これを実行する。しかしそのやり方は極めて拙速で、ロカンら市長たちの権限剥奪に加え、削減した兵士たちへの給与、領食を全く保障しないものであった。そのためロは不満を抱いた他の市長や兵士の声に応じる形で竜に対して平変を起こし、孫を上海へ追放したのである。結局、露浜もなく竜に降伏したため、 孫は、雲南に引き返して、三宝町の地位に帰り咲いた。1934年12月、皇軍が調整により、紀州省に至る。この時、龍雲が、小海石から総費、第二祖寺軍総司令に、孫渡るが、第三重隊司令にそれぞれ任ぜられ、皇軍を迎撃することになった。しかし孫は、将が、雲南軍を皇軍との戦いで消耗させようと、 している意図を抱いていることを見抜き、戦闘は限定的にして、後軍を障害へ出させることを優先するよう竜に進言する。竜もこれを受け入れ、孫を第二祖事軍総指揮部行営主任として、事実上対策を一任した。孫は、その期待に応え、後軍とは何度か交戦しながらも、大規模な衝突は回避し、雲南軍の損害を最小限にとどめることに成功している。 日中戦争勃発後の1938年7月、竜雲は国民革命軍新編第58軍を組織し、孫渡を同軍軍長に任命した。孫率いる新編第58軍は湖北省に動員され、武漢海戦、高市美海戦などを戦った。翌年2月からは厚生省に転じ、引き続き日本軍と交戦している。 同年9月からの第一次調査会戦では中国軍の側面支援に活躍した。これ以降も孫渡るは厚生省を主戦場とし第二次第三次の調査会戦や長考会戦などに参加している。1945年の初めに第一集団軍装司令に昇進し暗記賞やす喜びに駐屯した。これ以後孫はリュークも 旅館の統制からは離れ、小介析の直属となっていく。日中戦争終結後、孫渡し率いる第一集団軍は東北へ動員され、金州に駐屯した。孫渡は第六兵団司令権東北総必送司令として、国境内戦で中国人民解放軍と戦うことになる。ところが、1945年10月に竜雲が小介析により、 武力で、雲南省政府主席から罷免されたこと、さらに国民政府中央による地方軍差別待遇などもあって、雲南軍の指揮は低調であった。そのため孫私は、指揮下にあった高級士官や、軍の相次ぐ逃亡、離反を防ぐことができなくなった。1948年2月には、孫は、軍指揮権を剥奪され、熱化省政府主席に移されてしまう。 この時期にはすでに人民解放軍が東北で優勢な状況にあり、熱化省政府は事実上ただの名義のみの存在でしかなく、何の実験も孫にはなかった。1949年12月初頭に、孫渡は西南軍政長官交渉副長官に任命され、雲南に戻った。ところが同月9日には、雲南省政府主席路官が、 中国共産党への危機を宣言したため、孫は逃亡して、混迷郊外に隠れ住む。しかし1952年、孫は当局により逮捕されてしまった。1959年、孫渡るは、大社を受けて釈放され、以後は中国人民、政治協商会議雲南省委員会の第2期、第3期委員を務めている。1967年4月、昆明に手火を没。 去年70、ありがとうございます。